シンデレラは1950年公開のディズニーの長編アニメーション映画シンデレラの主人公。ディズニープリンセスの一人。彼女は青い目、ブロンドの髪の姿で描かれ、体重は120ポンドに設定されている。一人称は私。普段には頭にヘッドスカーフをつけ、エプロンと青色のシャツ、黒いベストと茶色のスカートに黒いフラットシューズを履いている。 幼い頃に母親を亡くし、彼女の将来を案じて再婚した父親も病で死去する。その後は美貌を妬んだママ母のトレメイン夫人と、その連れ子で義士のドリゼラとアナスタシアにいじめられ、メ使いのように扱われている。それでもなお夢と希望を失わず、いつの日かきっと夢は叶い、幸せが訪れると信じている。同じ屋根裏部屋に住むネズミや小鳥たちと、 犬のブルーノと馬のメジャーが友達。とても手先が器用で、ネズミや小鳥たちの洋服はすべて、シンデレラの手作り。ネズミたちの名前も彼女がつけている。歌とダンスも上手。優しいだけではなく、ルシファーと喧嘩ばかりするブルーノに、仲良くするようたしなめたり、ママ母絡みに、覚えのないことで、理不尽な仕置きを受けても毅然とした態度で言い返すなど、 ディズニー作品のプリンセスらしくシンの強さと勇敢さも持ち合わせている。しかしそんな彼女も、ルシファーのいたずらにだけはさすがに手を焼いており、マま母のいないところで悪態をついたり、厳しく叱りつけたりする場面が見られる。シンデレラでは、母親の形見のドレスを動物たちに仕立て直してもらう、ものの、ドリゼラとアナスタシアによって破かれボロボロにされる。だが、フェアリーゴンとマザーの魔法で、 目の色に合わせたドレスに変わった。前者は、リボンやサッシュをふんだんに使ったピンク色のドレスだったが、後者では、シンプルではあるものの落ち着いた青色のドレスに変更され、ヘアスタイルも、前者で下ろしていた髪を、後者は、アップに言い上げてより大人っぽくなっている。2010年代以降は、お団子ヘアーにしたスタイルも見られる。ウェディングドレス姿の時は、真珠を散りばめたベールをかぶり、 長袖のスタイルとなっている。また、劇中靴が3回も脱げている。シンデレラ2では当初は、王女としての暮らし方に、四苦八苦する様子も見られたが、やがて自分なりの王女としてのなりふりを見つけていく。また一方では、かつて自分をいじめていた義士、アナスタシアの恋児を成就させんと奮闘する。アナスタシアと和解した際、わかったでしょう。夢は叶うものよと言っていた。 シンデレラ3戻された時計の針では、プリンスチャーミングと結ばれるために奮闘するため、映画以上に行動的な性格になっている。事件解決後、アナスタシアとも和解し、王子とも結ばれている。アニメーション監督は、マーク・デイビスとエリック・ラーソン。シュガー・ラッシュ、オンラインでは侵入してきたバネロペに対し、キーアイテムのガラスの靴を叩き割り、割れた先を、 バネロペに向ける過激な一面を見せたが、バネロペがプリンセスであると知ると、意気投合して、友人となった。バネロペのラフな格好を気に、入り、シンデレラの友達であるネズミに服を作らせた。ありがとうございます。